3対3対3で、去年とちょっとやり方を今年は変えていて、去年は3人チームが3つあって、ボールを取ったチームがオフェンスで、それ以外のチームがディフェンスなので3対5ドリブルゲームみたいなやつだったんですけど、今パスにこだわってやってるので、最初だけチーム2チーム指定してるので、そのチームがオフェンスで6人で、ディフェンスが3人、ただしオフェンスはノードリブル、ノードリブルで6人です。で、シュートを打ってリバウンドを取った時に、シュートを打ったチームが次はディフェンスで、リバウンドを取ったチームとそれ以外のチームがもう1回6人でパッシング。ちょっと1回、じゃあ次はもう1回やろうか。緑3人、黄色3人。
ドリブルありだよ。Thank you.
はい、お疲れ様でした。そういうことが、まあ、割とこうゲーム感覚の中から自然と学べるような話をちょっと頭を使ってほしいので、来週はお邪魔させていただいたので、よろしくお願いします。あのどうだったか感想聞いてみる。え、言ってえ、めっちゃ楽しかった。楽しかった。何が特に最後のやつとか、うん、そのラグビー、あー、はいはい、え、うちのスクールで何かやりたいと思ったのあった？ボール当てるやつ。あ、あのパス回して OK、 分かった、それやろう。了解しました。ありがとうございました。OK、 ありがとうございました。はい。OK。